落下の戦いは、シリア内戦下の2011年以降、シリアの都市落下で行われた主な戦闘について記述する。落下は、シリア北東部にある落下県の県庁所在地である。アレッポの東方約180キロメートル、ユーフラテス川左岸に位置する。ヘレニーズム時代からローマ帝国時代にかけて商業都市として栄えたが、アッパース町時代には、 ビザンツ帝国への前線基地本部として機能した。現在は旧都市の外縁部が小さな商業中心地として機能し、司法への連絡道路の分岐点である。落下は様々な勢力が入り乱れ、内戦の縮図とも言われた。2013年には、ヌスラ戦線と自由シリア軍に占領され、シリア政府が最初に創出した県庁所在地となった。その後、アイセルに占領され、 2014年6月にカリフ制の樹立が宣言されるとしばしば首都と目されるようになった。落下の重要性については様々な見解がある。落下の反体制活動家は政府軍がアレッポホムスなどと比べて落下を重視しておらず、反体制派にとっても軍事的重要性が薄く革命を勢いづかせる象徴程度にしか考えていないものもいた。 アイッセルが占領してからは、国立病院とスタジアムに本部が置かれ、首都とみなされてきた。そのため、シリア民主軍が落下を占領すると、ISIS 相当作戦が事実上終わった、ISIS はもはや実体のない概念となり果てた、という報道もあった。ただし、アイッセル自身が公式に落下を首都と称したことはなく、モースルの方が重要性が高く、マヤーディーン。 アブカマル、カーイモなどの都市も、落下と同等の機能を果たしていたと見る向きもある。2011年3月のアラブの春波及を受け、シリア内戦が発生すると、落下は、散発的な反体制デモと、治安当局の弾圧の場となった。落下における、戦闘の進路、及び2013年10月現在の、勢力図政府軍の制御下反体制派の制御下2013年3月。 ヌスラ戦線など複数の反体制派武装勢力と政府軍との間で落下死をめぐり戦闘が行われた。2013年3月2日、落下死郊外のマシュラブ、フルースイーヤ検問所周辺でシリア政府軍、共和国防衛隊、新政府系民兵と反体制派の間で激しい戦闘が行われた。この戦闘により武装集団の一部が マシュラブ氏を経由して北方から落下市内に侵入した。3日夜から、イトファー・イーヤ広場、タウアールディッドラ、出入国管理局施設周辺などで政府軍と反体制派が交戦した。4日には落下がほぼ陥落したと報道され、インターネット上に反体制派によって市内の前大統領ハーフィズ・アル・アサド像が倒される映像がアップされた。 シリア人権監視団によると、反体制派は、同志周辺に位置する、スイバーヒーや検問所、マカス検問所などすべての検問所、さらには保健局を制圧したという。バースイルドーリや政治治安局支部近くでは引き続き、政府軍と反体制派が交戦中で、政府軍が掌握しているのは、軍事情報局支部、バーストー支部などに止まる。さらに、 落下市北部の落下中央刑務所などに対して政府軍が空爆を開始した。5日、県知事公邸周辺で戦闘が行われ、反体制派によって落下県知事派さんジャリーリー、バーストー落下支部指導部署機長、スライマーンスライマーンらが捕らえられた。6日には総合情報部、県知事公邸を含むほとんどの政府関連施設が反体制武装集団に制圧され、 軍事情報局周辺で激しい戦闘が行われ、体制派の捕虜が300人以上に上った。落下が簡単に陥落したのは、シリア政府が落下を重視していなかったと見る向きもあった。また、落下は軍事的重要性が薄いものの、革命を勢いづかせる象徴になると考えられていた。シリア政府が最初に喪失した県庁所在地となった。落下が、 反体制派の支配下にあった2013年12月7日、ヌスラ戦線の管理する検問所でアイセルのサウジアラビア人戦闘員が殺害された。これにより、アイセルとヌスラ戦線の対立が高まり、7日深夜から8日未明にかけて市内の検問所で戦闘が行われた。十二月の間にアイセルは福祉施設や 落下国境なき記者団の拠点を襲撃したり、落下市内の国立病院に配備予定だった、救急車両5台を降奪したり、反体制活動家の機関士、タラーナーアフィ、リーや1部以上などを焼却するなど、他の反体制派と対立を深めた。落下市では、ヌスラ戦線とシャーム自由人イスラム運動が、落下県知事皇帝を愛セるが、県庁舎。 視聴者を本部として退治していた。2014年1月5日、市内の複数地区で、ヌスラ戦線が、反、アイセルデモを展開し、イスラム戦線と共に、アイセル本部がある落下の県庁舎、視聴者を包囲して、無欠解除を求めた。さらに、アイセル拠点の一つを解放し、自由シリア軍兵士50人を解放した。6日、落下県各地でアイセルの撤退が、相次ぎ、 落下圏一帯の部族に強い影響力を持つ不在ァ大隊がアイッセルからヌスラ戦線に寝返った。7日時点でアイッセルは落下市の県、視聴者一帯の300から400メートルの一帯でイスラム戦線などに包囲されていた。8日には戦闘がフィルドゥース地区一帯に拡大し国家治安局地区がアイッセルに占領された。逆にアイッセルが 拠点としていた政治治安局はヌスラ戦線に制圧された。10日、アイスセルはマシュラブ地区やウワイスカルニービョモスクを襲撃、一時制圧した。その後、マシュラブ地区西側の検問所に再集結したという。フィルドゥース地区でもアイスセルとヌスラ戦線との戦闘が拡大した。アイスセルは落下圏への平坦路を確保し続けることで優位に立つようになった。 11日、アイスセルは、市内の鉄道駅と併設されていた、検問所を制圧した。また、戦闘で死亡した、アイスセル戦闘員の遺体数重体が、落下国立病院に搬送され、安置されたが、イスラム戦線やヌスラ戦線の戦闘員が、ザジュラ村に遺棄された。13日までに、アイスセルは、市の大部分を占領し、移動ハール交差点、電力会社、 現代医学病院などで戦闘が行われたが、ヌスラ戦線など最後まで戦っていた反体制派が撤退したことによって14日に落下を完全制圧した。落下を支配したアイッセルは市民に対する抑圧を行った。市内のキリスト教徒を保護すると称して、地図や復活など12項目の規則を制定した。二千十四年六月にアイッセルがカリフ正の樹立を宣言すると、 落下は、首都と目されるようになった落下では、市民の服装が黒に統一された。女性は全身を黒いブルカで覆い、親族の付き添いがなければ、家から出られないとされた。さらに、男女別の戦闘員が路上でシャリーヤを施行していた。また、落下には、アイスセルの行政機構が集積し、教育、保健、水道、電気、宗教、防衛などの省庁が置かれた。 嗜好品や娯楽はアイスセル戦闘員に独占され、一般人はコーヒーショップから締め出された。タバコの売買、使用も禁じられた。無阿人が祈りの時刻を告げると、モスクで祈らなければ身柄を拘束された。戦闘員だけは高い報酬を得ることができるため、貧しい生活を強いられる市民たちはアイスセルに参加しなければならない状況に追い込まれた。 ダッカには若者向けの軍事訓練キャンプも設置された。ダッカの環状交差点の内側はかつて天国の広場と呼ばれていた。しかしアイッセルがここで残虐な公開処刑を行うようになると地獄の広場と呼ばれるようになった。住民を恐怖に陥れるため地獄の広場では斬首刑、手足の切断、卓刑が行われ、槍に突き刺された人間の頭部や貼り付けられた遺体が、 何日間も晒された。処刑対象となったのは、シリア政府への協力者、窃盗犯、魔術を行った者、同性愛者などで、処刑は日常的に行われた。ただし、アイッセルのルールに従えば、比較的平穏な生活を送り、行政サービスも受けることができたという。頭にかぶるベールで目を覆っていない女性には、金1グラムの 顎ごひげを襲った男性には100ドル相当の罰金が課せられた。落下では外国人戦闘員に特権を与えられていた。そのため地元の落下市民との間に緊張関係が生じることもあった。アイスセルは民生のあらゆる側面を管理しイスラム法廷を設置した。教育を重視し学校を1年間閉鎖してカリキュラムを作り直した。その結果、数学、 英語を除いて、従来の科目はほぼなくなり、イスラム法学、ジハードコーランに関するコースが新しく加えられた。このような実態に対してアイッセルは、良いイメージを作るために車が走る道路や、客で、一杯の店を撮影した動画を世界に向けて、発信していた。一方、落下の、反アイッセル住民によって、アイッセルの残虐行為を記録する地下組織、 落下は静かに虐殺されている落下イズビーイングスロータードサイレントリーが結成された。日本人で2014年3月に中田港と共にアイッセルの支配地を訪れた日本人邪神家の横田徹はインタビューで2013年3月当時の落下の様子について答えている。二人は張り巡らされた有刺鉄線を越え威嚇射撃の弾が当たらないようにジグザグに走りながら トルコ国境からシリアに入国したという。そしてアイッセルのマークのついた紙に署名をして、あちこちを回って何度も証明書を見せながら、落下に潜入した。当時は、アメリカや日本への敵は、あまりなかった。ところどころで、学校や体育館に、バグダーディが訪れたという噂を聞いた。行政機構が整いつつあり、スリア強盗などの犯罪は、ほとんどなかった。 落下では武器はあまり見かけず、兵士たちは市民から押収した民家に泊まっていた。兵士にはシリア人が少なく、アルジェリア・モロッコ、湾岸地域の20代前半が中心だった。オーストラリア人や日本語を話せる白人のロシア人もいた。このうちオーストラリア人は自国でテロリストだと疑われ、モスクでも監視され、自由がないため祭司を連れて落下に来たという。 彼の幼い息子は残首された男性の首を持つ写真が公開されており、オーストラリアの首相トニー・アボットはこの行為を非難している。フランスには落下潜入の様子を公開した。全身ブルカで覆う義務があることを逆手に取り、あるシリア人女性がブルカの下に隠しカメラを仕込んで撮影したものであるという。それによると至るところに AK-47 で、 武装した兵士が立ち、わずかなブルカの乱れでも注意されるほどの統制を行っていた。落下中心部のインターネットカフェでは、完璧なフランス語を話す女性たちが母国にいる家族と対話し、祖国に戻らない決意を伝えていた。彼女たちのように、戦士と結婚するために、あるいは夫を追って、ここへ来た女性たちは、アイスセルのプロパガンダに利用されている。 アメリカ主導の有志連合は落下に対して空爆を繰り返した。戦闘時の落下死における SDF の進路と占領の状況を2016年5月、クルド人勢力ロジャバの軍事部門シリア民主軍が落下圏北部のアイスセルに対して攻勢を開始した。この作戦では落下攻略は計画に入っていなかった。これに対してアイスセルは 民間人を人間の盾にして対抗した。2016年11月5日、SDF は落下解放に向けて軍事作戦、ユーフラテスの怒りを開始した。SDF 部隊は、アイエンサとタルアブヤドから落下の北へ、マクマン村から落下の東へと、三方面から前進した。落下周辺の地区を占拠し、それに続いて落下死を奪取する作戦だった。 同じ頃、イラクでは、アイセルに対するモスルダクのための軍事行動が行われていた。2017年3月27日、SDF は、ダッカから50キロ西にあるタブカ軍用空港を占領した。ここは2014年8月に、アイセルに占領された時政府側の兵士最大200人が、虐殺されていた。アメリカの増援もあって、SDF は、 アイセル支配地を奪い取っていった。4月上旬には落下周辺の県の3分の2を支配下に置き、最も近いところでは落下の北東8キロまで迫った。6月までに SDF が落下に迫ると落下市民約20万人が落下から難民キャンプなどに避難したという報道もあった。六月六日、SDF は落下市内への進攻を開始し、来た。 東、西の3方向から攻撃を加えた。そして、メシュレブ地区の大部分を早々に占領した。死に立てこもっているアイスセル戦闘員は、最大2500人と見られ、有志連合からの空爆を受けた。11日に、SDF は2日にわたる、戦闘の後、落下西部のロマニア地区を占領した。また、メシュレブ地区に隣接するセヌア地区も、 すでに約半分を制圧しているとした。シリア人権監視団は、落下の人口は約30万人で、ここ数ヶ月で数千人が落下を脱出したとしている。国連は、今も市内に16万人が取り残されていると推計している。6月末には、SDF が、落下の南方にあるユーフラテス川南岸の2村を占領し、落下にいるアイセル戦闘員を完全包囲した。 アイスセル戦闘員は自爆攻撃などで反撃した。7月26日、SDF はアイスセルから落下の50%を制圧した。8月17日には落下の70%が SDF に占領された。シリアの人道問題に関する国連の責任者、ヤン・エーゲランはジュネーブで記者会見を行い、おそらく現在シリアで最悪の状況にある場所は、 いわゆるイズが依然支配する落下の一部地域だと語った。落下市内に現在も最大で推定2万5 0 0 0人の民間人が取り残され、アイスセルによって人間の盾にされていると考えられた。9月1日、SDF は落下急市害を占領し、アイスセルが支配する落下中心部へ迫った。9月20日、SDF は落下の9割を占領した。 アイスセルは有志連合の空爆により要所4カ所から撤退し中心部に追いやられた。10月1日、アイスセルは国立病院とスタジアムの2カ所に追い込まれた。このうち病院では民間人を人間の盾にして立てこもった。14日、アイスセル戦闘員のうちシリア人のグループが SDF に投降した。17日、SDF によって スタジアムが占領され、生き残ったアイセル戦闘員が投降したことにより、落下全域が奪還された。シリア人権監視団の主張によると、落下奪還作戦を開始した6月初め以降、戦闘による死者は少なくとも3250人に、上り、うち3分の1以上に当たる。 少なくとも1130人が民間人であるという。また、数百人以上が行方不明である。一連の戦闘で SDF が落下で捕らえたア愛セル戦闘員捕虜は400人で、そのうち350人は陥落の1週間前に投降したものだった。落下の破壊された地区、SDF 兵士によって瓦礫や爆発物の撤去が行われた。撤去作業が終わった後、 落下の運営は文民の行政機関に移行する予定とされた。10月20日には落下奪還を祝う式典が行われた。地下組織、落下は静かに虐殺されているは SDF をアイセルに代わる新たな占領者とみなし、10月25日付で SDF による組織的な略奪が続いていると主張した。クリスマスには サンタクローズの格好をした男性がおもちゃを配ったり、全開した教会で、キリスト教徒による礼拝が行われるなど、愛せる支配下では途絶えていた光景が見られるようになった。ありがとうございます。